皆さん、こんにちは。国民的スーパーアイドル、SMAPのメンバーとして第一線で活躍し続けた木村拓哉さん。2016年12月31日をもって解散した SMAP ですが、今でも国民的アイドルグループと聞けば SMAP を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。そんな SMAP の中で、キムタクの愛称で親しまれていた木村拓哉さん。ジャニーズ事務所に入所したきっかけは本人の知らないうちに親戚が履歴書を送ったことでした。そして1987年11月、ジャニーズ事務所に入所したのです。1988年4月に中居正広さん、稲垣吾郎さん、森且行さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんらと共に男性アイドルグループ、SMAP を結成。1991年9月9日に、Can't Stop Loving で CD デビューを果たしました。1993年にはテレビドラマ「アスナロ白書」でヒロインをまっすぐに愛する青年役を演じ注目を集めました。1996年に主演した月9の「ロングバケーション」では初回視聴率は驚異の 30.6% という高視聴率を記録。月曜日は OL が街から消えると週刊誌などで言われ、さらにドラマの影響でピアノを習い始める男性が増え、ロンバケ現象という名の社会現象を巻き起こしたのです。最終回では 36.7% と最高視聴率を記録し、伝説のドラマとなりました。それ以降も、木村拓哉さんが主演を務めるドラマはどれも高視聴率を記録し、数々のテレビドラマ、映画に出演しました。ロングバケーションをはじめ、木村拓哉さんといえばフジテレビの看板ドラマ枠である月9をイメージする方も多いと思います。それもそのはず、月9の10作で主演を務め最多主演記録を保持しています。さらには2008年まで「あんあん」の好きな男ランキングで15年連続の1位を獲得したりと、彼の人気は異常でした。しかし2016年12月31日をもって SMAP が解散することが決定。国民が衝撃を受けるニュースとなりました。しかし解散しても彼らの個人活動は続き、木村拓哉さんも現在はソロタレントとして活躍しております。今回はそんな木村拓哉さんの共演 NG の噂が流れている方6人を紹介したいと思います。1人目は井川遥さんです。井川遥さんと木村拓哉さんといえば、2002年4月期の月9ドラマ空から降る1億の星で共演しました。共演 NG の理由は演技が下手すぎること。共演した時は井川遥さんはモデルから女優に転身して2作目のドラマでした。そのためまだ経験が少なかったこともあり、演技も未熟だったのです。理由はそれだけでなく、ドラマの現場で木村拓哉さんらを待たせることがあったとか、さらに顔合わせ時に途中で帰ってしまったこともあり、共演 NG になったと言われています。これが事実だとすると、井川遥さんの行動に問題があった感が否めないです。2人目は福山雅治さんです。福山雅治さんと木村拓哉さんは作品で共演したことはありません。2人が共演 NG なことには明確な理由があるそうです。それは福山雅治さんが主演した2010年大河ドラマ龍馬伝でのこと。実は噂では当初龍馬伝の主演に木村拓哉さんが選ばれていました。木村拓哉さんが主演ということで制作陣も調整していたのですが、まさかのジャニーズ側から拒否されました。そんな事情で2人は共演 NG と言われているのです。3人目は永瀬智也さんです。木村拓哉さんと永瀬智也さんは一部で不仲説があり、共演 NG がささやかれていた時期もありました。しかし音楽番組などでも過去に何度も共演していることから、共演 NG はただの噂に過ぎないと思われます。また永瀬智也さんは木村拓哉さんを慕っていることからも共演 NG はないと思われます。4人目は萩原正人さんです。木村拓哉さんと萩原正人さんは1994年のドラマ若者のすべてで共演しました。そんな2人の不仲説は木村拓哉さんのある発言が発端となり広まりました。その発言があったのは人気バラエティ番組スマップスマップ。木村拓哉さんが萩原正人さんに、俺らは役者としての芝居やるんでアイドルの芝居はどうかわからないですけど
と言われたと発言したのです。さらに撮影中に監督を呼んでは撮影を中断させてしまう萩原雅人さんに、木村拓哉さんは相当イライラしていたとか、エピソードを語った際に木村拓哉さんは萩原雅人さんに対して嫌いだったとはっきりと公言しました。このことから2人の共演 NG がささやかれていましたが、2018年に木村拓哉さん主演ドラマ BG で再び2人が共演したのです。2人の共演はおよそ24年ぶり。共演 NG の噂がささやかれていたこともあり、かなり話題になりました。過去に共演 NG の時期があった可能性は否めませんが、2018年以降は和解していると思われます。5人目は綾瀬はるかさんです。意外な2人に驚かれた方も多いとは思いますが、実は綾瀬はるかさん側が木村拓哉さんとの共演を嫌がっているという噂があるのです。木村拓哉さんとは過去何度も共演しており、共演作品も好評なことから、ジャニーズ側として綾瀬はるかさんと共演することを望んでいるということだそう。この噂については真相は闇の中です。6人目は嗣永桃子さんです。桃地と聞けばわかる方も多いと思いますが、元ベリーズ工房所属でタレントとしても活躍していた嗣永桃子さん、彼女も木村拓哉さんの共演 NG タレントではないかと言われています。過去にバラエティ番組で共演した際に慣れ慣れしい態度で絡んできたことが木村拓哉さんには気に入らなかったようです。もちろんその慣れ慣れしいキャラが彼女の売りなのですが、フリップみたいなものを持ち慣れ慣れしく木村拓哉さんに嗣永桃子さんが近づくシーンでは、明らかに不機嫌そうな態度だった木村拓哉さん。そのことがきっかけで木村拓哉さんが桃地のことが嫌いなのではという噂が出回りました。さらに2回目の共演の時に、先ほどのシーンで嗣永桃子さんに対してキレていた事実を認めたのです。それにより2人の共演 NG がささやかれることになったのです。以上6人が木村拓哉さんとの共演 NG の噂が流れているタレントです。全員噂なので確実なことは言えませんが、木村拓哉さんほどの国民的スターでイケメンで人気者の方でも、人間関係がうまくいかなかったり相性が合わなく共演することができかねる人もいるのだということが分かりました。現在はソロタレントとして活躍している木村拓哉さん、スマップのメンバーとして人気絶頂期だった頃と変わらない、誰からも憧れる不動のスーパースターでこれからもいてほしいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をぜひお願いいたします。